はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マドママです。レイムです。今日はですね、ちょっと遠出をしたので、そのマザーズバッグの中身の紹介をしたいと思います。ダイパーバッグ、マザーズバッグ中身を紹介したいと思います。はい、よいしょ。はい、ではどうぞ。はい、まず最初に水筒、水筒で、外側にはこれにはスナックが入ってた。もう全部食べちゃったけど、スナック入れてて、これは水筒を止めるやつ、これはカバンをかけるやつね、無印のやつ。はい、で、これはおむつ、携帯、あ、なんだ、ゴミ袋。これただの彼女ね、アクセントで。星が大好きなんで、星、これミルクフェドのやつ。はい、じゃあ次、ここのポケット開けます。ここにはティッシュ2枚、ティッシュ2枚持ってて、ティッシュ2枚で、私の織物シートだね、予備で。あとは薬、あー、もう何してんの、でもやめて。薬、これただシール貼ったの、薬、星のシール貼った。中には薬が入ってる。はい、じゃあ次、大きい部分、あー、やめて、でもやめて、オッケーオッケーオッケー、大きい部分紹介します。はい、手前、この中には、じゃあまずこれ、これには、これにはとりあえずなんか YouTube とか見せるんで、充電器、充電器とスティック、お菓子、スティックのお菓子、なんか見えないね、ちょっと黒、スティックのお菓子と、一応は止めるやつ、お菓子を止めるやつで、ゴミ用袋でジップロック入れてます。はい、で次は、はい、デムさんが持ってるやつ、これは手拭き、アルコール、アルコールは入ってないけど、除菌手拭きと口拭くやつが入ってます。こういう感じで、これは100均のやつを送ってもらいました。星が好きなんで、インスタを見て欲しいと思って買いました。あ、買ってもらいました、で送ってもらいました。はい、で次はこれには予備の洋服が入ってます。上下1枚ずつ、今も寒いんで、こういう感じで長袖、長袖、長ズボン入れてます。で、あとはタオル、ガーゼタオルで、それを、汚れた洋服を入れるためのジップロックを1枚ずつ入れてます。で、最後におむつ入れ兼おむつシートがついてるやつ、前にもこれ紹介したことあるんですけど、こっちがおむつ替えシートになります。で、ここは取り外しできます、こういう感じで。なんで、これいらなかった、これをポイってやって、ここだけでできます。で、ここにおむつ、ね、今日は5枚入れてたんだよね、5枚、わざと、ちょっと心配なんで、漏れたりとかしたり、いやー、やめて、手ってキレキレするの、これ。で、お尻拭きで手ってキレキレするのよ。で、軟膏、おむつかぶれの軟膏
お好み焼き、きれいに洗ってこれに入れました。ですかね、こういう感じです。で、以上で、今日出かけた時の長く出かけて何時間ぐらいかな、結構長く、食べてないよね、のカバンの中身でした。はい、で次はママのバッグと使い分けてるんだよね。たまーにね。なんで粉々にするの。たまにこれだけで、この背中の部分に財布を入れる時があります。ここの方にポケットがあります。ここに財布だけ入れる時あるんだけど、だいたいちょっと行くだけ。食べるの、座って、はい、これ食べた、もう粉々じゃん。してもうちょっとだけ出かけるって本当に 2,3 時間くらいだったら、このおむつシートとおむつ、と水筒だけ持っていきます。で、あと自分のカバン、あと自分のカバン紹介しますね。自分のカバンはミルクフェドのカバン、もうちょっと大きいの買えばよかった。それだったらダイパー、これ持つ必要なかったかもなと思って、今大きいのか探してるんですけどね。で、ここにハンドサニータイザー持ってます。で、財布でこれは古い携帯ね、あの曲聞く、たまたま入ってただけだけど、いつも入ってません。で、これもアルコールスプレーで、これも手拭きワイプ、ウェットティッシュで、ティッシュブレスケア、またこれ空いてるティッシュ、あるよ、全部、はい、これから先に食べて、はい、これほら、あらで、まあ当たり前のように、レミさん織り物シートも入ってます。で、あとはコンタクトしてるときは目薬、コンタクト用の目薬と、リップになぜか知らないけどストローが入ってたはい、こんな感じです。ちゃんと見てたら、お前バッグまで入ってた星のやつ。これはリュックだけ持っていた時に、財布だけ持ちたいっていう時に使ってます。はい、こういう感じでした。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンも押してね。コメントも待ってます。バイバイ。バイバーイ。